前育ったのは埼玉県の、日高市っていう超田舎で、小学校中学校の途中まではそこにいましたね。でそこはなんか、まあ、こんな超田舎、田んぼとか畑があったようなめちゃめちゃ田舎の団地に住んでました。自分家からおじいちゃん家までに行くのに、こうその途中の通り道で横田基地っつって福生にある米軍基地の前よく通ってたんですよ。そこの東福生っていう駅の構内にもうグラフィティがブワー書かれてて、いや80年代後半かな、日本の駅でその当時落書きだらけの駅とかないじゃないですか。衝撃すぎちゃって、その駅が、うわなんだここみたいな、それがもう頭にこびりついちゃって、絶対いつかやってやるって思ってて、まあ始めたって感じですね。自分がやってるそのものが、まあ、アメリカから来てそれを真似してやってるっていう意識がまずなくて、でまあだけどそうなんだけど、きっかけは真似だったんだけど、それがこう真似がいけないのかとか、いいのか悪いのかとか、なんかそういう判断もしなかったから、その一つのまあサッカーとかスケボーとかそういうのと同じで、その限られたルールの中で、そこでどう絵を描くかっていうことにこうそこばっかり意識やったから、まあ、できるだけ真似してたっていうか、逆に向こうのアメリカとかヨーロッパとかのグラフィティをそこからこうヒントを得て、人のスタイルを盗んで自分なりにパクリじゃないように少しずつ変化させてるみたいな、ただそれだけやってたっていう感じですね。